はい、じゃあいきましょう。二次方程式の解き方の7番。二次方程式の応用ですね。1から6で二次方程式の基本についてざっくり勉強しました。二次方程式っていうのは因数分解と二乗の考えと解の公式、3つの解き方があったんですね。この3つの解き方を使えば必ず解けるよと。ここでやるのはそれを使った応用です。はじめちょっと難しめの式が与えられている。さあここから二次方程式解けるかな、そういう問題です。でも大丈夫です。この3つの形を使える自分の知っている形に持っていく、これを常に心がけとけば大丈夫です。できるようになります。できること全部してみようって思ったら自分の知っているどれかの形にたどり着きます。そこからはあとはいつも通りっていうことですね。あともう一個のポイントは、括弧の中が同じやったら A で置き換えるっていうのがあるんですけども、これはまた出てきた時に説明します。とりあえず自分の知っている形に持っていくといい、そうやって思っておいてください。じゃあ1番見てみようと、x+1+2x+6、 なんかややこしい形ですね。でもなんとか自分の知ってる形に持っていきたい、そう思ったらまず展開してみる。あとはこれそのままですね、展開だけしてみる。で展開してここからは移行してます。移行してる。6をこっちに持ってきた、そして 2x と 2x は計算したと。そしたら x+4+x=5=0 になりますね。じゃあこれも知ってる形じゃないか、因数分解できるかなと思ったらできるんですね。ほんなら因数分解のやり方覚えてますか。因数分解っていうのはかけて0は0か0なんで、もうこれ0か0の考えを使うと x は -5 と1ですね。ここからここの流れが怪しい人は2番をもう一回復習しておいてください。2番も一緒です。なんとかできることないかなと思ったらここをとりあえず展開してみようとなるんですね。でこいつらはこれを移行してます、それだけで計算すると、こうなる。因数分解できひんかなと思うとできる。因数分解したらかけて0は0か0なんでこういうふうな答えになるっていう流れですね。でも3番4番に関してはもう端折ってます。説明やり方が一緒やから皆さんやったら自分で頑張ってやればできると思います。なんで3、4は端折ってる。5も似たような問題なんで、端折ってもいいぐらいですが一応やっときます。5番も一緒。 x-2 括弧括弧 x-3 は 2x2 乗、ね、できること何があるかなと思ったらとりあえず展開してみると。でここからここは移行してるんですけれども、これをこっちに移行してます。全部ただ書くのを左から書いたっていうだけの話ですね。もうややこしい人はこれをこっちに移行してマイナスで割ったりしてください。この辺の流れは皆さんいけると思います。ここでやってるのは全部こっちに移行して、ただ書くときはこいつを先に書いてるというだけの話です。 1+2 が3っていうのを3は 1+2 って書き換えても何の問題もないですよね。その入れ替えをしてるだけです。こっちに移行してただ書く順番を変えたよと、それだけです。であとはもうこれ因数分解したらいいだけ、因数分解して終わりっていう風になります。 OK ですか。6番、これが最後言ってたやつです。 x+3の2乗引く2括弧 x+3は3と、括弧の中が同じなんですね。こういう時はもちろん展開してもいいんやけどイコール A って置くのが一番早いです。同じ時はイコール A と置く。ここも A、ここも A にする。ほんなら a2乗引く2a-3=0になりますよね。ほなあとはこれが因数分解できるかどうか考えて因数分解する。 a が出てくる。でも a は自分が勝手に置いた文字だから元の x+3 に戻すと、 3-1。 つまりこれどういうことか、 x+3 が3と -1 っていうことは x+3 が3か x+3が -1 のどっちかなんですね。あとはこれを両方移行してあげたら x+3が3の時 x は0 になる、下の時 x+3が-1 なら x は -4 になると。なんで両方が答えになるっていう流れですね、はい、ということでここでは二次方程式の解き方の応用問題をやりました。複雑な式に見えてもやることは
自分の知っている形に何とか持っていくこと、そしたらこの3つのやり方のどれかにたどり着きます。たどり着いたらあとはそれをやってあげると。で、こういう6番みたいな過去の中が同じときは A で置き換えると楽やでっていうのもぜひぜひ知っておいてください。ノンヒントでできるように練習していきましょう。